塁ランナースタートを切った。あっとっと、佐藤からの送球が大きく上、空振り、いいゾーンに落としました。ツーアウト。あのぐらいの高さでいいわけですね。そうですね、まあ、自分のそのカウント的にこう自分が有利な時に関してはやっぱりこう真っすぐで行きました。最後は156キロ。1回の表、ホークス4番の中村晃がタイムリーヒット。ホークスが空振り三振、ワンアウト。牧原に対しては薮田さん、フォーク、はい、フォークでいきましたね。そうですね、まあ、フォークボールでストライクを取れたということがね、ストライクゾーンに投げれたという。空振り三振、143キロのフォークボール、ツーアウト。空振り三振、佐々木朗希6つ目の奪三振です。ワンアウト。フォークボール、空振り三振、スリーアウト。佐々木朗希今日7つ目の奪三振、またしても落差の大きいフォークボールでした。4回の表、ホークス0点に終わっています。空振り三振。やはり薮田さん、はい、フォークボールの感覚はかなり良さそうですね。良さそうですね、まあ、その前にフォークボールでこうストライクを取ってますからね、今度はその高さから落としてきたって感じですから、はい、バッターもやっぱこう手を出されざるを得ないですよね。8つ目の奪三振、この落差ですよね。はい、まっすぐでいった、158キロ。中村晃、空振り三振、佐々木朗希今日9つ目の奪三振。5番